柴橋頼綱は、安土桃山時代の武将。佐賀江氏の失勢。柴橋立主。佐賀江城、八地城、中野城など工事4年、では吉川氏、吉川元綱の三男として誕生。柴京氏の養子となり、橋間勘十郎を名乗った。佐賀江氏17代当主、佐賀江健博の失勢となり、健博の死後男子がなかったことから、 剣広の娘と長兄である、佐賀江高本の縁談を仲介し、高本は、佐賀江氏十八代を継いだ。しかし、佐賀江金広と、母上義光の間には、義光の子、義康を婿として、佐賀江氏を継がせる約束があったことから、両家の間には、確執が起こった。天正十二年六月七日、母上義光が、佐賀江総北方を領する白鳥長宮を誘殺し、 間発を入れず三千の兵で白鳥市の本拠八地城に攻め込んだ。佐賀江から、頼綱も救援に駆けつけ、白鳥市との連合軍二千の兵で当たるものの破られ、数日のうちに、八地城は落城してしまう。時を置かず、吉光が佐賀江城攻撃の体制を整え押し寄せると、頼綱は、白鳥市急進を急行してもがみ川を越えて、もがみ市の陣に攻め込み、 津川を越えて、中野の出城まで到達した。義光は策を巡らせ、偽りの退却と鉄砲隊の伏兵によってより綱は、討ち取られた。より綱が討ち取られた翌日、もが氏が佐賀江に討ち入ると、佐賀江茂来州は体制を立て直す余裕もなく、もが氏に下り、当主、佐賀江高本は、ぬくみがてに逃れたものの6月28日を立山で、自害し果てた。また、 時系、吉川隆博も、ぬくみ立てで自害している。同族の白岩氏、不代の長崎中山氏は、もがみ氏に仕えた。広谷家に、柴橋より綱の使用したとされる槍が伝わる。穂先四尺四寸、柄六尺六寸、総長一丈一尺。だるま寺の八幡神社、おしき若者かな。佐賀尾根次郎に、梨し、もがみ川を前にあて、 防ぎ戦うものならば、はすなく攻め破られまじきをのれが、決起の過ぎたるままに勝利をわきまへずやすやすと味方の、方便に乗りてうたるるよ。もがみよしみつ、最上義軍、では森よ光物語、ハット A B はしま十四4大投手が混流した、高瀬山の関日より、さがえ調子、さがえ編纂総書第五点六週、ピアニッシモ四十九 佐賀江金弘が、最上義康生の婿入りを約束したとすると、天正4年、高本の海地城が減損するため、天正3年天正4年に、佐賀江城主になったと推定される。佐賀江志士、佐賀江長士、佐賀江志士編纂総奏書第5.6集、ピアニッシも49から50。ありがとうございます。